はい、こんばんは。昨日3月20日、宮城県沖を震源とするマグニチュード 7.2、最大震度5強の地震が発生しました。で、先月2月13日も福島県沖で最大震度6強の巨大地震が発生しています。で、こういう巨大地震が来ると、まあ必ず湧いてくるとは思ってたんですけども、もう画面をこうやって地震に巻き込まれましたっていうクソ動画を出す不謹慎系 YouTuber が必ず湧いてきます。で、今日はそれについてちょっと思ったことがあるんで話したいと思います。で、ご存知じゃない方もいらっしゃるかと思うんですけども、私も東北人です。まあ言葉がなまってるんで気づいてらっしゃる方もいるかと思うんですけども、で、まあもう10年ぐらい経ってるんですけども、なんとなく記憶に新しいのが10年前の東日本大震災。まああの時も、まあ私は山形県に住んでますんで、まあ直接的な被害はそんなになかったんですけども、宮城県沖だったり福島県沖にもう巨大津波が発生して、壮絶な光景を目の当たりにしました。っていうのが、その地震が発生してすぐ私たちは福島県いわき市まで津波の残骸処理だったり解体工事に出向きました。2、3ヶ月出張で行きました。で、あの東日本大震災でも約2万人以上の方がお亡くなりになって、それでもまだご遺体が発見されてない方もたくさんいらっしゃいます。で、まああれから10年経つんですけども、まだまだ宮城県の南三陸町だったり、もう海沿いは本当に今でも復旧工事に追われております。まあそれでも頑張ろう東北ってことで、もうステッカーなんかも作って、市民の方や工事の作業員の方が一丸となって皆さん頑張っておられます。で、そんな中で巨大地震の被害にも遭ったことのないような不謹慎系 YouTuber がああいう動画を撮ると本当に胸クソ悪いんですよね。やってること相当やばいよ、マジで。なあ、自分の家族が津波で流されたらどう思いますか？自分の大切な人が巨大地震で亡くなったらどう思いますか？そんなんも知らないでヘラヘラ笑ってくだらねえ動画出しやがって、本当に。なあ、先月の地震とか昨日みたいな地震が来るたびに沿岸部の人たちは本当にもう心臓がギューッとなるような思いでトラウマを抱えながら何年も生きてきたと思います。で、この私も私の従業員たちもその光景を目の当たりにしてきました。そういう時に発生する火事場泥棒だったりクソ動画を上げる不謹慎系 YouTuber、 本当にクソ野郎だと思います。YouTube なんで多少のエンターテインメントや釣り動画だったり、まあそういうのは許されるかもしれません。でも人の命に関わること、関わったこと、そういうのはやめませんか？本当やばいっすよ、マジで。なあ、やめろや、本当に。いい加減にしろよ、マジで。